こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、今日も始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今日は、はい、編み下ろしなんですけど、うん、編み下ろし風です。へえ。風ですね。はい、うん。後ろで編み込みができない方でも、うん、あの簡単に編み下ろしっぽく見せれるアレンジを今日はやってみました。あ、手が回らないから、やりづらいから。あ、なるほどなるほど。後ろ見えないじゃないですか。はいはいはい、絶対できないっていうか、私も苦手なんですけど。はい、それをなんか簡単にできるっていう方法ね。簡単にやってみました。オッケー。で、今日ちょっと使ったのがあるんですけど。うん、リレイ、はい、リレイ の、 あの新しい出たオイルですね、これね、はい、顔にも体にも髪の毛にも全部使えるやつなんで髪の毛、はい、のオイルを使って、まあ、結構ちょっとサラッと仕上がる感じの質感になるかなと思うので、どちらかといったらこう髪の毛が柔らかい方とかに僕はおすすめかなと思います。そんな感じです。はい、それでは動画いきましょう。あ、もういきなり、よろしくお願いします。はい、動画いきましょう。はい、はい、ではいきますよ。はい、動画スタート。今日はリレイのこのオイルをつけていきます。だいたい3回くらい、このくらいですね。手に全体に伸ばして、髪全体の表面にしっかりとつけていきます。このくらいツヤが出れば OK です。サイドの毛を残して、つむじから後頭部の下あたりまでまとめていきます。だいたいこのくらいの量です。で、これを耳の下あたりで止めていきます。ゴムを押さえながらトップのボリュームを少し出します。サイドの毛を両手で持ち、後ろに少しねじりながら交差させます。ゴムの部分に髪の毛を巻きつけて、またゴムで結んでいきます。ねじった部分を3箇所ほぐしていきます。結んでない残った髪の毛をすべて持って、上できつくねじっていきます。このくらい細めにねじって、またゴムに巻きつけて、2回巻きつけたらまたゴムで結んでいきます。鏡を見ながら少し前に持ってきて、見える範囲でほぐしていきます。
反対側も同じように少し前に持ってきて、見える範囲でほぐしていきます。最後の結んだゴムの上の毛束にバレッタをつけていきます。こんな感じで出来上がりました。後ろで三つ編みができない方、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。